対ブルーマーズ3戦目9回表リカオンズが逆転するとブルーマーズのピッチャーはなりふり構わぬ攻めに出る。対する徳地はバット投げで対抗したが、その裏ブルーマーズはさらなる手を打ってきた。あー、ランナー林とファースト徳地が接触。何、なんということだ。林徳地共に突っ伏したまま。汚い、汚すぎる。戦いは終わらない、これからさ。ただいま試合が中断しております。今しばらくお待ちください。これは先ほどのバット投げの報復でしょうか、石本さん。どうやろう、あんだけ痛がってるんやから事故ちゃうかな。大丈夫、どうってことねえよ。特地は大丈夫そうですが、林はかなり痛そうです。汚い、明らかに狙ってたのに。重傷のふりをして避難の矛先をかわそうとしている。林はすごく辛そうですね。おい、俺をマウンドに上げろ。奴ら俺を潰しに来てる。ああ、やはりダメです。林は退場、そのまま担架で運び出されます。大丈夫か林。すげえ痛そうだぞ。痛えよ、痛てててて、痛え。なんちゃって。徳地は意外にピンピンしてました。そうか、やっぱりあいつただものじゃねえな。俺が足を蹴りに行った瞬間、すでにあいつは体をかわしていた。つくづく勘のいいやつだよ。だがさすがのあいつも自分が次の罠にかかっていることまで気づいてはいない。ごめんごめん、大丈夫だった徳地君。あ、本当にすまん。うちの林が乱暴なプレーしてこんなことがないよう、ナインにはくれぐれも注意しておくからな。しらじらし、よくまああんな善人面できるな。主審、ピッチャー交代。徳地だ。ああ、ピッチャー徳地です。9回裏ワンアウトランナーなし、ここでなんと徳地投入です。それでいい、それで。マウンドが一番安全だ。マウンドなら直接危害を加えられることはない。え、違うね。実はマウンドこそ最も危険な場所なのさ。え、嘘じゃない。さっき林が徳地の足を狙ったが、あれで徳地を潰そうとしたわけじゃない。あれはあくまで巻き餌さ。え、最も危険なマウンドという場所に徳地をおびき寄せるためのな。残るはあと2人、リカオンズバッテリー無難に最後を締められるでしょうか。マウンドにおびき寄せる巻き餌。そう、城岡コーチがそう言ったんだよ。城岡、やはり城岡ヘッドコーチなんですね。徳地潰しの張本人は。じっくり二人でビジネスの話をしたよ、この三連戦の前にね。簡単だろ、ジョンソンはやった時のようにうまくやってくれよ。ジョンソン、何のことです。隠すなよ、君のことは何でも知ってる。君がどうやってチームを強くしたかもね。脅しですか。私もあなたに関することは何でも知っている。死ぬ時はもろともですよ。はいはい、勘違いしないでくれよ。ビジネスとして話をしているんだ。無事に成功した暁には報酬として5000万。ふん、一つだけ確認させてください。本当に特地を潰していいんですね。いい方法がありますよ。何ですか、いい方法って。俺にとっては特地が明日以降試合に出られなくなることは望み、城岡コーチとしては自分の不正を特地がリークできない状況を作るのが望み。となればおのずと答えは出るだろう。
全然わからない。ま、慌てなくてもテレビを見てれば答えはわかるよ。プレー再開です。マウンドには特地東亜、対するバッターは代打の川端。特地第一球を投げた。ストライク。初球は内角いっぱいにストライクが決まった。ちょっと待った、なんか今のボール変な揺れ方したぞ。は？はじゃねえよ、井出口、そのボールちょっと見せろ。おお、なんだこのボール、ヤスリかなんかで引っかいた跡がある。は？え？反則だ、エメリーボールだ。ちょ待てよ。なんと川端、ボールに不正があると主張しています。これは聞き捨てなりません。一体どういうことでしょうか。ほう、突然何を言い出すんだこの男は。ああ気づいたようだね、特地に不正をリークさせない方法。それは先に特地を不正の実行犯に仕立て上げることさ。不正実行犯のレッテルが貼られた人間がいくら相手チームの証拠のない不正を言ってみても誰も信用しない。当然その不正に関してはコミッショナーから叱るべき裁定が下るから、特地は当分試合に出られない。つまり俺たちの負け分は消える。しかしこの状況で特地がエメリーボールをやっていたと決めつけるのは無理がありすぎる。言いがかりですよこれは。言いがかりじゃない、実際ボールにはヤスリの跡がある。それってどうせ今打者がつけたんでしょう。特地がつけたって証拠がありませんよ。ところが持ってるんだな、特地が紙ヤスリを。ん？さっきブルーマーズのコーチが一塁の特地に声をかけていたろ。あの時ポケットに紙ヤスリを忍ばせたのさ。反則だ、この傷エメリーボールだ。何のことだ。しらばっくれんな、きっと特地が紙ヤスリが何かを持ってるはずだ。ちょっと待てよ審判、特地を調べてくださいよ。特地を、やめろ。特地、今度こそ捕まったな、地獄へ落ちろ特地。あ、エメリーだと。ふざけないでよ。てめえ汚ねえぞ特地。今までの交代もみんなエメリーのせいかよ。打者川端は特地が故意にボールに傷をつけたエメリーボールをやったと主張しています。終わったな特地。なんということでしょう、球場内は大ブーイングです。審判の様子からしてボールに傷があることはほんまみたいやな。これがもし本当に特地が故意につけたものだとすれば大変な事態です。ブルーマーズベンチからは特地を調べろコールが巻き上がっております。全然構わねえよ俺は。よーし。なんと特地、不正チェックを堂々と受け入れました。それは心よく応じるだろう、自分のポケットに紙ヤスリを入れられたことを知らないんだから。ただし一つ条件がある。そのボールに触ったやつ全員をチェックしろ。はあ？だってそうじゃねえか、ボールに傷があった、ただそれだけでピッチャーの俺が犯人ってのはあまりに短絡的すぎる。ボールにはこの瞬間だけで4人が触っている。まず主審、俺がマウンドに上がった時その新しいボールを井出口に渡した。次に井出口、そして俺、最後にボールの傷を見つけた川端、お前だ。この4人全員にボールを傷つけた可能性がある。だから4人全員をチェックするなら俺も応じてもいいぜ。何を言い出すんだ特地、4人全員検査なんてそんな苦し紛れな。あ、そうか、紙ヤスリを持っているのは特地だけじゃない。ボールに傷をつけるために使った紙ヤスリは川端も持っているはずなんだ。なるほど、紙ヤスリを持っている川端は身体検査なんか受け入れられるはずがない。さすが特地。いいぜ。え？
入れ口、お前も構わねえだろ。おお。じゃあ決まり。類心さん、俺たちのボディチェックしてよ。おいおい、どうなってんだ。そんなことをしたら困るのは川端、お前だろ。あいつは紙やすりなんか持っていないのさ。え、部長、これを見てください。ボールに傷があると騒ぎ出したとき、ネクストバッターズサークルの宮城がそれを見に来てしゃがんだ。宮城は紙ヤスリを拾ったんです。つまりこうです。川端はボールをチェックするふりをして、あらかじめ持っていた紙ヤスリでそれに傷をつける。その後、使った紙ヤスリはそっと捨て、宮城がさりげなく回収する。つまり現段階では川端は紙ヤスリを持っていない。持っているのは特地一人。いやー気を利かせてピンチを乗り切ったつもりだろうが、特地よ、お前は着々と破滅へと進んでいるんだよ。さあ、場内が騒然としてきました。試合はまたもや中断。特地は本当にエメリーボールをやったんでしょうか。さて、特地が無様に慌てふためく様をゆっくり見物させてもらうとするか。アンダーシャツの袖のチェックが終わって、次はいよいよズボン。そこで終わりとも知らずに。じゃあ川端君、次はポケットに入れてるものを全部出して。はいはい、ポケットね。どうした。いや、なんでも。なんだ、なんだ今の。手になんか触れたぞ。これは、まさか、まさか、まさか、紙ヤスリ。なんで、なんで俺のポケットに紙ヤスリが。そんなはずは、だってさっき確かに宮城が拾ってったじゃねえか。じゃ、このポケットの中のものは一体。じゃ、ポケットの中見せてもらおうか。ギクー、あー、シッパー、もうやめましょう。あ、こんなのやっぱエメリーじゃないですよ、さっきの。は？なんだ？何言い出すんだ、川端。俺の思い過ごしかな。だってこの程度の傷、バウンドの具合でつきますよ、普通に。ちょっと待てよ。え？そんなのはボディチェックが終わってから言えよ。ボディチェックしても何も出てこなかったら偶然の傷、それでいいじゃねえか。さあ、続きやろうぜ。ちょっと待ってくれ。おっと、どうしたことでしょう。さっきまで特殊を反則実行犯呼ばわりしていた川端、一転エメリーは間違いだったと主張し始めました。おい、どうしたんだ川端、何を言っているんだ。やられた。うん、川端は紙ヤスリ持ってます。何、宮城が回収したんじゃないのか。これを見てください。ブルーマーズの中島コーチが特地のポケットに紙ヤスリを入れますが、この直後、特地はマウンドに上がり、井出口と何やら話しています。どうもここで特地は井出口に紙ヤスリを渡しているようなのです。バカな。これが守備に戻った時の井出口の行動です。よく見ててください。拡大します。井出口が川端のポケットに紙ヤスリを入れている。そう、特殊は何もかも分かっていたってことです。自分のポケットに紙ヤスリが入れられたことも、そしてそれを使ってブルーマーズが自分を陥れようとしていることも。納得いかねえな。反則実行犯呼ばわりされた俺の立場はどうなるよ。悪いと思ってるよ。なんだそれ。審判、チェックを続けようぜ。分かったよ。ちゃんと謝る。悪かった。土下座しろ。え？本当にすまないと思っているならできるはずだ。別に無理にとは言わねえよ。でもそうなったら、てめえのポケットの中のそのいかがわしいものはどう説明すんだよ。くそ、な
なんだよ、なんてことだよ。はめられてんのは俺の方じゃねえか。ああ、なんと川端が土下座。徳地、自分に疑惑をかけた川端を土下座させた。前代未聞。川端に非があるとはいえ、これはあまりにも非道すぎる仕打ち。かつてここまで敵に容赦のない闘士がいたでしょうか。まさに冷酷、まさに冷血感。仕方ねえな、今日のところは勘弁してやる。ああ、徳地マウンドに戻ります。しかし大胆不敵、なんというふてぶてしさだ。場内4万のブルーマーズファンからは大ブーイング。万策尽き果てた。ここまでありとあらゆる取引を徳地に潰されたブルーマーズに、もはや3点差を覆す力もなく、引っ掛けた。これはボテボテのピッチャーゴロー。そしてラストバッターも三振、バッターアウト。ゲームセット、10対7、リカオンズ連夜の逆転勝利。リカオンズ、この3連戦を勝ち越して開幕以来定位置だった最下位をついに、ついに脱出、5位に浮上しました。やったーやったやったー。くそーくっこの試合によって徳地の暫定年俸は43億6000万円。やったー、バザーイ。監督、念願の再開です。5位ですよ、5位。3年ぶりの5位だ、長かった。あっとぶりげー。今ならどこにも負ける気がしねえ。明日もやろうぜ。まるで優勝したような騒ぎだった。小島がリカオンズに入団して21年、こんなにも自信にあふれ生き生きとした選手たちを見るのは初めてだった。ありがとう徳地、みんなお前のおかげだ。浮かれるのはまだ早いぜ。ん？あんたとの決着はまだついてねえんだからな。決着？沖縄で勝負したろ。あんたの引退と俺の腕をかけたワンナウツ勝負。あの時俺はワンナウツで初めて敗北を喫した。俺は覚悟した。だがあんたは腕なんか折らなかった。その代わりリカオンズという弱小チームを優勝させることに使えとほざきやがった。敗者は勝者に従わなければならない。それが勝負の世界の掟だから、どうしてもリカオンズを優勝させなきゃなんねえのさ。もっとも優勝できるかどうかはお前ら次第だがな。長いペナントレースは始まってまだ一月。戦いはまだまだこれからである。リカオンズピッチャー徳地。頑張れ徳地。今日こそ勝つぞ。一週間以内に負けを邪魔にしてやる。やさあリカオンズ、破竹の快進撃はどこまで続くか。ピッチャーはおなじみ徳地とは。注目の第1球、大きく振りかぶって投げた。そして徳地とはは今日も投げる、投げ続ける。小島との決着をつけるために、リカオンズ優勝のために。